石狩の当別町で親が育てられない子供を預かるいわゆる赤ちゃんポストに開設後、初めての新生児の預け入れがありました施設を運営する公認心理師の女性によりますと先月、出産したばかりの未婚の若い母親から出産したことを誰にも知られたくないと匿名で連絡があり 当別町の施設に併設している赤ちゃんポストを利用し生まれて数日の新生児の預け入れがありました赤ちゃんポストを利用した預け入れは一昨年5月に当別町の施設が開設されてから初となります母親は病院に受診しておらず一人で出産していて誰にも妊娠を明かしていませんでした預け入れられた乳児は 運営者の女性が一時保護した後、現在は道と児童相談所が連携して受け入れ先を探しています。